17オーバンカメラとは4、5インチ以上のシートフィルムを使用するカメラの総称である。用途としては雑誌やポスターなど完成時に大きく伸ばす必要がある分や集合写真など高解像度を要求される用途に需要があったが近年需要は減りつつある。需要が減った理由としては大きく伸ばす必要のあるプリントでもデジタルカメラで対応可能になったこと。 撮影の依頼主が利便性からデジタルデータでの納入を求めるケースが増えたこと、青りなど、大判カメラでなければできなかったことが、デジタルカメラでも編集ソフトを使用することにより、可能となったこと、デジタルよりもコストがかさむことなどが挙げられる。ただし、多彩なレンズが使用できること、アクセサリー類の規格がメーカーを問わずある、程度統一されていること、原始的な構造ゆえに、 基本動作から応用まですべて手作業を必要とするため自身の写真技術の向上が期待できること、高級木材を使用したりして指向性を高めたメーカーの存在などから一定数の愛好家が存在する。死のごとも言われる。大盤の中で最も多く使用されるフォーマット。カメラやレンズ、フィルムなど機材も豊富に生産されている。大都市圏の大型カメラ店や、 プロラボであれば、フィルムの入手も容易である。57、57とも言われる。このフォーマット専用、8倍点、倍点とも言われる。45インバンの次に多く使用されるフォーマット。量産品として、カタログに載るカメラは事実上このサイズまでで、これを超えたサイズでは、カメラ本体は特注生産や限定生産となり、周辺機材やフィルムの入手が困難となる。 11x14, 12x20, 14x20, 16x20, 20x24。カメラには、スタジオ用のモノレールカメラ、野外用のフィールドカメラが存在する。さらにフィールドタイプには、金属製と木製のものが存在する。後者は、機動性を重視するため煽り操作は、レンズ側のみ可能で、フィルム側ではできない機種が多い。 木製ビューカメラは金属製と比べて軽くて傾向しやすいが強度の点で金属製に劣る。カメラには後部に冠布のあるいは遮光ードがついていることが多くピントグラス上でピント合わせをする際には冠布をかぶって行い絞りやシャッター速度を設定してからホルダーにフィルムケースを装着しケースの遮光カバーを引いてからシャッターを切る。オーバンカメラでは レンズボードにレンズを取り付けてからカメラに装着する。そのため、どのメーカーのいつの時代のレンズであっても、レンズボードに取り付けさえすれば、現在も使うことができる。基本的にはレンズには、フォーカシング機構が存在せず、蛇腹を伸縮させるなど、カメラ側でピントを調節する。これにより前述の煽りが可能になっている。また、超広角レンズの一部にはヘリコイドがついているものがある。 レンズボードにはいくつか規格があるが、45インバンでは、リンホフのリンホフボードが事実上の統一規格であり、一部でグラフレックスのグラフィックボードが使われている。それより、大きい規格では、ジナーのジナーボードが事実上の純統一規格となっており、一部でリンホフのカルダンボードが使われている。他の規格を使う機材でも、ほとんどの場合アダプターを介して、 これらのレンズボードを使用する。最初期は旅行のコントロールはレンズキャップの着脱でいった。管材の感度が上がってくるとソロントンシャッターが使われるようになった。この名称はソロントンピックカードがその有力メーカーだったことに由来する。現在は主にレンズシャッターが使われている。コンパー、プロンター、製工などがあったが現在ではコパルのみになってしまった。 シャッターの大きさには0番1番3番があり、この大きささえ合えば、どのレンズにも使えるが、絞り機構も一緒になっているため絞りメモリー板を修正する必要はある。ジナーやコマムラでは、シャッターをレンズの後に置くシステムも提供している。電子シャッターにより、生物撮影で精密な露光制御が可能となる。布膜フォーカルプレーンシャッターをレンズ前に、被せ式で装着する構造。 ありがとうございます。